ブライアン・ロップスは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ペンシルベニア州、アレンタウン出身のユダヤ系アメリカ人。相棒ジェリー・サックスとのタッグチーム、ナスティ・ボーイズとしての活躍で知られる。ブラッド・レーガンズのコーチを受け、1985年に、バーンガニアのアワで、プロレスラーとしてデビュー。覆面を被り、ザ・テロリストとも名乗っていた。1986年、 幼馴染みのジェリー・サックスのデビューに合わせ、ナスティ・ボーイズを結成。以降、NWA、WWF、WCW など各団体で活躍し、1990年代を代表するタッグチームとしてアメリカンプロレス史にその名を残した。1996年末、サックスが無王のジアウトサイダーズとの交想で首を負傷して引退。チームを解散し、 自身もしばらく離脱していたが、後にシングルプレイヤーとして WCW に復帰する。1999年からは、WWF 時代のマネージャーだった、ジミー・ハート率いるファーストファミリーの一員となり、主にハードコア戦線で活躍。バンバン・ビガロや、テリー・ファンクラと死闘を展開し、ハードコア王座を3回にわたって獲得した。WCW 末期は、 フィット・フィンレイとタッグチームを結成している。WCW 崩壊後は2001年にサックスとナスティ・ボーイズを再結成してフロリダ州タンパの XWF 旗上げに参戦。2007年11月20日には WWE スマックダウンのダークマッチに出場した。サックスとはタンパで家族ぐるみの付き合いをしており、同じくタンパ在住のハルク・ホーガンの親友としても知られる。 妻はグレック・バレンタイン夫人の妹でもある。2009年11月にはハルク・ホーガンがオーストラリアでプロモートしたハルコ・マイニアツアーにサックスと共に参加。2010年1月からはティネに登場した。ありがとうございます。